はい。じゃあよろしくお願いします。え今回は高校受験対策の試習シリーズ第103弾やっていきましょう。で、問題8問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、画面下げますので、お待ちくださいよ。ギュ ちょっとね、あ、言い込んじゃない問題無しのごめんね、103の3間違っちゃってねそう、番号の数えミスで102って書いてしまいました失礼しましたよし、じゃあ行きましょうじゃ早速ね、まず分数からです私がミスが非常に多い分数あのなんー、ちょこちょこね話してますけど私学生時代から分数のケア,ケアレスミスが非常に多いので 今でも、えっと、問題解くときは、絶対2回やるんですよ。ケアレスミスも多いと分かってるんでね。皆さんももしケアレスミス悩んでる方がいたら、自分の癖。こういう問題でケアレスミスしやすいんだよなってことを把握しておくと、本番でミスを防ぎやすいです。なぜなら優先的に繰り返すことができるからね。じゃあこれ行きましょう。A が揃っているので、もう1 2分の1引く3分の4をしたいと。で、通分が必要なので、下を6に揃えます。こっち、3かけて6分の 3A 引く。 こっちも6にするんだけども、こっちは2をかける必要があるので、上が8になる。で、こうなるね。つまり、あ、押しでいいか。えー、下が6分ので、上が3-8。つまりマイナス5ですね。だから、マイナス6分の5。それに A をくっつければ、これで終了。まあ、動画の解説なんでね、2回はやらないんですが、こういうふうにやっていきます。で、次は、まあ、このカッコの前のこいつだね、このマイナスがポイントです。 こいつを後ろに分配法則つまりマイナス1を掛け算で配る感じですねでここの括弧なんですけどこれ前,前に何もないので正直消しちゃって構わないですこれと一緒ですだからまそのまま書いていくと6 x y マイナスを配るとス9 x 後ろがス7 y になりますなので、えっと、x 同士計算するとこれちょっと下の方がいいかな マイナス、えー、3xy 同士を計算するとマイナス、えー、6y とよいしょなってこれで終了となりますさあいきましょうで次3番なんですけどこれ結構ミスが出やすいのでちょっとこっちもまとめてセット説明しますちょっと似てるんですよね何が違うかっていうとこっちは最初からイコールがありますイコール1っていう つまり、最初からイコールがある、この状態を方程式って言うんですが、これは解きなさいと言われます。方程式は解きなさい。で、これは計算しなさいって言われます。別にイコールないんでね、最初から。じゃあどうするかっていうと、これは通分します。通分。つまり、下が5と2なので、10に合わせると。じゃあ、ちょっとまとめていきますね。10ビーって書いて、こっちは5を10にするために2をかけてます。ここ10にしたいからね。 2をかけたいので、上にも2をかけます。だから、4x に2をかけると 8x だし、y に2をかけると 2y になると。ね。で、こっちは10にするために5をかけますよね。だから上にも5をかけるんですけど、ここにマイナスがいます。この時は、マイナスもこの子たちに配らなきゃいけないのね。だから、どういう状態かっていうと、マイナス5か 5x マイナス y ってうこういう感じになります。だから5だけじゃなくてこのマイナスも一緒に配ってあげる。そうするとマイナス 5x ここねマイナス y にマイナス5配るのでプラス 5y になります。こういう感じ。で、よいしょ下の10分のは変わらないんですが x 同士を計算すると8引く5だから 3x。 y 同士を計算するとプラス7、y、となってよいし曲がったこれで終了となりますでねこっち注意ってあるんですけどこれ何が違うかっていうと最初からイコールがちゃんと書いてあるこの方程式の場合はえ分数邪魔だから全部に10かけちゃおうぜっていうのが許されるんです。つまり全体にこれ10をかけてあげるとここに10かかるからさ 約分して2が残る。つまり2をかけるから 8x プラス2ってなる。で、ここにも10かけると約分して5が出てくるから、またマイナスいるからね。マイナス5を配ってあげて、マイナス 5x プラス5ってなる。で、忘れずに右辺の。この子にも10かけるから、こういう風うに分数がいなくなった世界に移ることができるんですよ。で、これはあとまとめてあげると、x 同士計算して、 3x、ね、でこの2と5これ7だね右辺に持っていくとマイナス7になるから1 0 7で3になる両辺3で割ると x =1 みたいなこうやってほにゃららっていうのがまあ解きなさい解けたよって方程式解けましたよっていう状態ですこれは計算しなさいなんでこれをまとめなさいって言ってるの で、この状態で、いきなり全部、え、分数邪魔だから10かけちゃおうぜ、みたいなことをすると、一発で罰を食らいます。やっちゃいけないんです。だからここの区別はつけておきましょう。最初からイコールがある方程式だったら、全部に10をかけたりとか、まあ、全体はあんま終わることないけど、全部を3で割るとかってのは許されます。でも、こういう計算をしなさいっていうときは、通分で。 攻めなきゃいけないので、この違いはぜひね、あの、ケアレスミスになっちゃうので、押さえておいてください。では、4番いきましょう。で、これは、カッコの前にルート7がいるので、さっきのね、ここか。マイナスと一緒で、この子を配ってあげます。9とこの子に。で、9の方はいいのよ。なぜかって、その9ルート7だから。で、 ルート 7× ルート21。ルートってね、別に中身掛け算できるから、これやると147になります。7×21 すると。全然それでも構わないんだけど、これちょっとね、楽をしてほしくって、ルート21ってさ、21って 7×3 でしょだから、最初からね、頭の中で、あ、ここだったらあれだな。こっちにしよう。21は 7×3 だよなって思っておくの。そこに7を掛けてくるからさ、 あ、7が1人来たわって。こうなってるのよ。ここの後ろの掛け算っていうのはね。そうすると、あ、7揃ったじゃん。つまりこれ7の2乗だからね。2つ揃ったら、その2乗のアイテムを使って、この子前に出てこれるから、あ、じゃあこれ7ルート3になるんじゃねーって。のが絶対早いね。147を素因数分解してももちろん出てくるんだよ。出てくるんだけど、こっちのがいい。 ルートの中身が大きい数になりそうだったら、最初から分解しておく。こうやって 3×7 みたいな。やっておくと、2つ揃ったらラッキーって、前に出てこれるっていうのが分かるので、先にこうやってやっておきましょう。で、まあ、マイナスがもともといるので、マイナスですと。で、ルート27はね、9×3、9 3 2 7なので、9が3の2乗だから、こうなってる。この子は3で外に出てこれますと。だから、マイナス3ルート3と。 でルート3同士は同じものなのであとルート中身がね同じだから計算ができますとつまり9 7はそのままですここはス7とス3くっつくから −10 ルート3になるとでもルートの中が違う時引き算できないからこれで終了となります。で5番ですねえっと因数分解だったかな問題どこいったあ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 違う違う二次方程式だね。 で、このパターンはですね、ひとまず全部左辺に持ってきましょう。この子ね。あの、右側を0だけにしたいから、ちょっとこっちおいでって言って連れてきます。そうするとね、マイナス X、この子も連れてくるから、マイナス12、イコール0となります。で、この形になったので、かけてマイナス12、足してマイナス1だね。 になる数字のコンビを探しましょうってやっていくと、マイナス4と、プラス3っていうのが見つかります。これ、かけたらマイナス12でしょくっつけたらマイナス1になるでしょほら、数字のコンビ見つかったぜってなったら、因数分解。その数字使って x、x マイナス4、後ろの括弧が x、x プラス3イコール0とこうなります。ちょっと0が6っぽくなっちゃったね。この数字使ってね。で、 こうなったら、答え。x イコール。まあ、ここにある数値を図のやり方だけど、ここのに書いてある数字の符号を変えたもの。つまり、マイナス4がいたら、4。プラス3がいたら、マイナス3が答えになります。こうやって解く。二次方程式は。で、なんで、ここがね、この数字の符号を変えたものが答えになるかっていうと、カッコの間は掛け算で繋がってます。つまり、今、 あるものと、あるものをかけたら0になりますよっていう状態なの。あるものと、あるものをかけたら0。で、これが満たすのは、こっちが0になるか、こっちが0になるかだけなのよ。だから、左のカッコ、x-4 が0になるか、右のカッコ、x-3 が0になりゃいいって話。で、これ解くとさ、マイナス -4、右に持ってくるから、プラス4に変わるでしょ。これ、こっち持ってくるとさ、マイナス3になるでしょ。つまり、x は4。 x はマイナス3ってなるからその2つを書けばいいよって。ただ試験の時に毎回これ全部書いてたら時間もったいないんで、この句になったら、じゃあここのね、数字、符号を変えたものでいいやって。ただ、こういうことを今消しちゃったけど、こういうことをやってるんだっていうのは覚えておいた方がいいです。なぜかっていうとちょっと話しそれるけどさ、カッコの中身がね、こういう風になることもあるのよ。まあいろんなパターンの問題でさ、 そうするとさっきのやり方でいくと、ここの書いてマイナス1、ここのプラス3って書きたくなるでしょこれプラス3合ってるんだけど、マイナス1違うんだよね。なぜかっていうと、ここに2がくっついちゃってんだわ。じゃあどうするかっていうと、さっきの同じ。このカッコの中身が0になりゃいいから、ここ0になればいいんでしょで、これ右辺に持ってくると、マイナス1でしょ両辺2で割ればいいから x、x イコールマイナス2分の1でしょって。っていうのがわかるので、こういった問題でも対応できるようになるから、 理由もちゃんと覚えた上で時間短縮の技で使ってくださいこれはねよしあと3問いこうであまたおまた鬼マーク忘れとるしもうほんとごめん今回はこれです確実にこれが一番でも正答率が低いはず。 ごめんなさいね、本当におじいちゃん。<laughs> すいません。<laughs> えっと、次はですね、水がなくなる、まあ、加湿器の話なんですけど、水4リットル入ってます、加湿器にね。で、この加湿器を使って使い続けると、水がなくなるまでに X 時間かかりますと。で、1時間あたりに、えっ、ー、と、水の減る量が Y ミリットルですと。で、それを Y を X の式で表しなさいっていう。つまり、Y を X の式で表せって言ってるから、ゴールは、Y イコールホニャララってしたいわけです。で、 この問題の一番いやらしいのは、ここね。まあ、気づいてる人も多いかと思うんですが、ここです。ミリリットル。こっち、リットルなのよ。単位ずらしてきたんだよね。まあ、これはよくある。これよく気をつけてね、試験の時に。こう,こういうタイプの問題以外でも単位ずらされることあるからね。で、ちょっと、まずそのね、単位の話をする前に、あ、まあ、いいかしちゃうか。えっと、単位が違ってるから、もちろん揃えなきゃいけない。こっちをリットルに直すことももちろんできるんだけども、 y イコールだからさ、ここずらしたくないのよ。だって y にさ、変な数字くっつけるのめんどくさいから。だから、この子は固定です。つまり、この4リットルをミリリットルに変える必要があるの。こっちを。これ小学校、小3かな習わいですね。覚えてる ?1 リットルは何ミリリットルか。これ1リットルって1000だからね。1000。だから、4は4000です。4000ミリリットル。このミリっていうのが、まあ1000の1000倍っていうのを表しているので、いいまあ覚えておくといい。 で、つまり、まあ、こうやって単位は揃いましたと。で、あと問題は、この Y と X と4000を使って式を作っていくんだけども、使うのが足し算か引き算か掛け算か割り算か、ここなんだわな。ここが分かるかどうかっていう。で、もちろんパッて気づける方はそれでいいんだけれども、えー、どれってなった人は、やっぱり具体的な数字を入れるのが一番早い。早いです。例えば、4000ml ありますと。水がなくなるまでに4時間かかるってしてみよう。 4時間。X、声が。<laughs> X だから分かりにくいんよ。4時間だったら。みんな想像して。水がなくなるのに4時間かかります。じゃあ、1時間あたり何ミリリットルずつ減ってる全部で4000だよ。4時間かかります。多分これいける方多いと思うんだよ。1000じゃねって。で、それ1000じゃん。1000。それどうやってやったどうやって。それって、4000割る4やったでしょ。い ?4000 割る4。つまり、 この線を出すためにさ、こうやったわけよ。今。で、それを戻せばいい。だって割り算使うの分かったんだから。4000は今回も使うよね。今4って考えたところは X だったんでしょで、その時の水の減る量が Y。今は1000だったんでしょつまりここが Y なのよ。だから、Y は4000割る X なのよ。つまり。で、割り算そのままね、残しちゃうとまずいので、はい。いくよ、復習。5、2、 5割る2分数にするとどっちだ ?2 分の 5?5 分の 2? どっちこれ、こっちだからね。右回転だよ。2分の5ね。だから、今4000割る X になってるので、Y イコール X 分の4000となって、これで正解となります。入ってるかな <laughs> くそ、ちょっとだけだよ。ごめんよ。<laughs> いいかなさあ、あと2問でございます。これ合ってるよね。 合ってるかー ?OK, OK. 大丈夫。じゃあ7番行きましょう。7番 A と、あ、これ、ラージ A ね。大文字の A、ラージ A って言うんですけど、ラージ A とラージ B が設定されてます。そので、これ計算しなさいと。で、もちろん、この状態でね、A をここにバーン、B をバーン、A をバーン入れても、もちろんできるんですけど、まあ、めんどくさくなるので、まずこれ計算しちゃおうぜっていう。マイナス 4A とプラス 2A がくっつけられるから、マイナス2、ラージ A になると。で、プラス3、ラージ B だね。 まずこうしておいていそっから入れま,すまあちょっとの違いだけのねで A を入れるときに気をつけるのは必ずカッコをつけることここね 4x-1 を括弧をつけて入れましょうでプラス 3B の時ももちろん括弧こっちか括弧をつけて入れましょうとであとはさっきまでずっとやってた分配法則これをここに配りますだから8 x プラス23も後ろに配ります マイナス 6x プラス9となって、x 同士をくっつけると、マイナス 14x の、普通の数字くっつけると、プラス11となって、これで終了となります。ますさあ、ラストですね。えー、こういった平行四辺形の中にま線が書いてありますと。で、えっ、ー、と、三角形 abc。 ここね、こいつと同じ面積の三角形を4択から選びなさいと。で、これはもちろん、えっ、ー、と、ちゃんとね、正しい知識を持って、根拠を持って答えてほしいんですが、このタイプの問題嫌いな子絶対いると思うんですよ。まあ、俺の生徒にもたくさんいたから。で、おそらく見た瞬間に諦めた子が、 今このね、動画を見てくれてる方の、うんー、2%ぐらいいると思う。いや、諦めた方。はい、その2%の方、ちょっと後で職員室来てください。なぜかっていうと、これは、ちゃんと確認してったら、その知識とかいなくても分かるから。いいそのね、だからそういうもったいないことしないようにね、本番でこれ実際出た問題だからね、入試で。何が言いたいかっていうと、例えば、三、あと、あね、三角形 ACE よ。ACE だよね。ACE どこっていうとさ、ここだよここ。見える どう考えてもちっちゃいっしょ。AC。絶対同じ面積じゃないから。でわ分かるから。で、E は三角形 BCE。合ってる合ってる合ってる。BC どこって。ここよ、ここ。ごめん。ここ。絶対違うんだよ。ちっちゃいし、こっちの方が。だから、これも、<laughs> ちゃうやんけって。で、まあ結局、えっと、U が正解なんで U は飛ばしちゃうけど、A は三角形 BCF。 どこって BCF 一番ちっちゃいやんけって絶対違うでしょ。だからここはもう知識うんぬんじゃなくてちゃんと確認してったらわかるって。いいそういう問題も実際出るからね。これは特殊なパターンじゃなくて出るから。だからそうやってしっかり取っていこう。1点、2点、3点でも何人も抜けるんだ。そこで合格、不合格が変わることもたくさんあるからさ。諦めずにいこうぜって話。で、答えとしてはうなわけ。うです。 三角形、えっ、ー、と、ABE ですね。これが正解。理由は説明します。ちょっと引くね。ここです。これが同じ面積になると。で、ちょっと右側使います。これは平行線の面積の関係ってよく出てくる。ちょっと斜めなんで、横にしますけど。ギリ入ってるかな入ってるね。これ平行だと思ってください。平行な線。 で、平行な線の中に、下にと、底辺を決めます。底辺。じゃあ、ここから、ここまでを底辺、とするのね。そしたら、この2本、使って、上に高さ持ってきたら、どこの三角形の面積一緒です。例えば、ちょっと曲がったけどごめん。この三角形と、下ね、同じよ。ここは使うんだよ。使って、こっち、 こっちに持ってったこの三角形も、ここ使って、こっちの方に持ってきたこの三角形も全部面積一緒です。全部。なぜかっていうと、三角形の公式っていうのは底辺×高さ ×2 分の2ですよね。つまり、底辺と高さで全てが決まるんですよ。底辺今さ、全部なぞったから同じだったでしょ。で、平行な線だから、高さも全部一緒なのよ。三角形、ここ。 だから、この平行な線のどこに、もう一個の頂点を持ってきても、三角形の面積は同じになるの。ずらしていいの。これさ、書けないけど、こっちの方にこうやって持ってきても、同じだよ。平行な線だったら。っていうのが特徴でありますと。で、それ使ってる。今、ここが、ちょっとな横なっちゃってるけどね。これが底辺です。底辺。で、こことここ、平行でしょ平行四辺形だから。だから、ここにあった頂点、こう青のね。 頂点をここにビーってずらしてきたって平行なんだもんだから高さ同じだから面積一緒だよねっていい？今ここには関係ないけどもここに持ってきたとしてもここに頂点来てるからもちろん面積一緒だよってこれが有名な特徴なのでこれもぜひね押さえておいてください はい。ということで、今回はね、趣旨の第103弾やらせていただきました。まあ、こんな感じでね、えっと、受験対策の問題。まあこれ、趣旨は基本、基礎的な問題を集めてますけど、関数とか図形とかも取ってますので、ぜひね、受験勉強のおとに使ってやってください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。